おまけのニュータイプ、おまタイプ。この絵がね、すごいなって話をしてて、ガンダムとガンヘッドと、これドラグナーかな。ドラグナーもいんの？ええ、この裏にいるの、多分これ違いますよ、これドラグナーじゃない、これさあ、これ違うよ、これクスイガンダムじゃない？嘘、これ多分クスイガンダムだよ。えー、なんでクスイガンダムまでいい？先行のハサウェイだよ、それあの富野監督のシリーズ、これここにハサウェイの小説、ハサウェイあるから。じゃあこれの宣伝の絵なの、これ。そうだ、豪華すぎない？じゃあこれ逆者の乳眼、それ乳眼、乳眼だね。でガンヘッドセンター、うん、ガンヘッドまさかのセンターこうこうこう、だってガン押しだもん、だってやば、あ、いや、そうか、ガンヘッド、ガンダム、ガンダムな、うわ、でもこれドラグナーも書いてあるんだよな、ガンシリーズなんだよ、どっかにいねえかな、ドラグナーね。この絵が全体見たいわ、これ、うん、すごい、当時多分ポスターとか作ったと思うよ、でしょうね、宣伝用の、あの書店とかに貼られるやつね。うーん、いやー、興味深い読者投稿の、この中にあのほら未来の有名人がいたりとかするわけですよ。疑惑があるのよ、うん、なんか同姓同名のプロの人がいたっていうのが過去にあったのよ、うん、はい、ひょっとしてこの人なんじゃっていう、やっぱ本人が送ってたろこれって言って、うん、すごいな、ファンアートでジャリンコ強いのこいつ書くの初めて見ましたあ、お父さんね、うん、はい、そうね、普通ランマとか書くよね、うん、だってお父さんでも30代だよ、そろそろカジャ君同い年ぐらいになるよ。ジャリンコ強いの、うっそ、30代だからね、へこむな、結構それはびっくりしちゃう、マジか、知恵くらいの娘俺 いてもおかしくないってことっすよ、ね、そうなるね、やば、今からでも作れねえかな、なんかクローン技術かなんか、ね、お前どうした、クローンで作るどうしたお前、正規の方法はいろいろ諦めたんでお前どうした、なんかどっかから連れてこようかぐらいの感覚やんで、ちょっとあと5分ぐらいしかないからもうサクサクいって全部見よう、うん、一応、おお、ダブル AT だ、ダブル AT の設定だ、うわー、あれ、あー、ケンプファー、ケンプファーもいいな、これ、いやー嬉しい、かっこいい、ケンファーのショットが、興奮する、当時はやっぱこういう設定資料を見る術も少なかったからね、そうそうそう、うん、今ね見る方法多いんだけどさ、なんか設定また盛られましたよね、なんかケンプファーの技術がその後のなんか、あ、なんか流用された、ツイマットの、ガーベラテトラとかの、あ、ガーベラ、あのデザインにその流用されてるみたいな話、この丸みを帯びたデザイン当時少なかったじゃないですか、はい、ね、だからケンプファーだけ異様だったんですよ、うん、そうだよ、単純にメカデザイナーの特徴でしょ、うん、メタな話すると、うん、ああこの中に出てくるエレカ、そう、特殊車両、ね、渋、あれ撃たれちゃったとこつらかったな、あ、量産型のガンキャノンだ、ミドルモビルスーツ、うん、ドラケンいい、うん、そう、作業用のやつ、作業用でね結構出てくるんだよ、ファイヤーギア、この間盛り上がったのはさ、うん、こういうのにたまにあるさ、怪しい通販あるじゃん、あ、なんだっけ、白鳥の騎士のペンダント、剣、ローエングリーン、ローエングリーン、ローエングリーンの剣を金を持とうみたいなのがあって、なんだそれ、校長先生の話で倒れなくなりましたみたいなのがなんかあったね、面白い、中学生からの投稿で、だからこれいいなっつってあれね、俺あの後買おうと思って検索かけたんですけど、ないだろ、出てこない出てこないよ、ビデオカメラ、当時買った人ね、うん、今あればね、唯一個人ブログでそういう話をしてる人が引っかかっただけで、もう会社名で検索かけても出てなかった、ビデオカメラ30万ぐらいする、当時高い、これは20万か、高い、すごい、いいね、永井真理子さん、あ、当時ね、うん、でメタリカ本当だ若い、でグジャク王ね、あ、グジャク王、さっきのオブリエ、かわいい、目がでかくてかわいいで銀エーデン5スター、創世紙ガンダム0080、うん、こんな格好してたな、クリスね、クリスチナ・マッケンジー、そう、うん、お隣のお姉さんかと思ったらってやつだよ、うん、うわ、おー、渋い、キット集合、フィギュアってこと、ガレキだ、やっぱガレージキットだ、当時はね、うん、うわ、すごい、あ、この絵知ってる、これプラモのパッケージじゃない、海田さんのボックスアート、ああ。うん、なんか、うん、この宇宙専用ジム買った時のパッケージは、うん、HG のやつかな、そうで、こうやって書くっていう順番が出て、すげえかっこいい、うわ、すごい、あれ、これなんかお兄ちゃん持ってたな、あ、やっぱサイレントメビウス、サイレントメビウス、ああ、うん、うわ、ドミニオン、
ドミニオンってあったね。ドミニオン、これのサントラ、ね、あのなんかアップルシードとかああいう系のやつだよね確かね。これのサントラがもじもじくんの曲に使われてたんだよ、ね、そうなんだ。そう、てん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 あれそうなの、あれ雰囲気合ってなくない、なんか日常曲みたいなのがあって、それドミニオンのサントラだった、うん、持ってるこれ面白そうだな、ドミニオン犯罪人、ドルビーサラウンドだぜ、すごい。これ何のゲームだ、あ、ガンヘッドか。ガンヘッド。あの、ハドソンから出たやつ。そう、PC エンジン版。やりてー、遊んだことないこれ。で、バリス2よ。今、バリス復活プロジェクトっていうのがあってさ、あれ楽しみなんだよな。1の時乗り遅れたからよ。復活？そう。バリスは全部スイッチで遊べるようにしたいってやつ。バリスは結構不遇でね、そう、元のゲームヒットしたんだけど、その後経営が苦しくてエロゲーになっちゃった。あ、そうなんだ。で18禁になってファンが荒れたんだ。で猛批判が来てさ、うん、大変だった。そういう、俺はあのクソ難しかったファミコンの移植版しか遊んでなくてさ、うん、バリスはむずいゲームって思ったら、実はそんな歴史があったんだってなって、今遊びてえよって言ったら、そしたらリメイクのやつが来たんだよ。なるほど。いやね、超楽しみってなったんだよ。そうなんだよね、その経営なんでさ、そうそう、エロにいっちゃった。いい時代になったもんだな。で忍者ウォリアーズじゃん、これはもう遊んだな、うん、で天外魔境、ね、あ、うん、この時期なんだって、CD、6月末に発売したと。おラジコン、うん、おえメガゾーン、メガゾーン、メガゾーン、あの絵が変わった後のやつ、うん、そうだよね、全然ヤオさんのやつや、うん、最初のとは違います、うん、おランガイオ、スパロボの知識しかない。あ、ロボコプ G アニメーション、あ、ロボコプのアニメや、ボコー殴ってますよ。サイズがちょっと映画と違うな。違いますね、同スケールになってるけど、なんでよでよなんでよでよ、あれ確かめっちゃでかかったよね。なんでよでよ、でかかったさ、あれ踏みつぶそうとしたもんね、うん、まあ、こんなどつくんだあいつ、これまあこいつも有名な機体だけど、こんな風にアニメ化されてるんだろう、こんなどついたらあかんだろう本当に。わあ、このこういう絵、こういう絵、うん、もうなぜか全部メタリックな絵、それかっこいい、この時代のかっこいい、好きなのよ、かっこいい、あ、記憶ですね、あ、このページすげえ見た、これすげえ見たね、すげー見た、この広告、記憶術はずっとなんか長いことその広告に居座ってた気がする、何の雑誌見てもなかった、そう、記憶術相当金持ってたんですね、この記憶術、確かにね、そうだよね、これ今見るとかなり怪しいな、このこれ東京カルチャーセンターまだあると思うんだけど、うん、これどういうことを教えてたんですか、この記憶術、何でも覚えるのが早くなるってやつで、うん、はあ、英単語とかすげえ覚えられるぜみたいなやつでね、そう1週間で1000か、うわもう死ぬわ女の、嘘でしょ、大変だよ、ね、予備校の時すごい頑張って1800ぐらい覚えたけど、うん、1週間無理で、少年足部の絵をニュータイプに送ってくるんだ、そうだね、なんか違う感じするね、ほのぼのします、あ、その弱にの弱にの広告だ、もう弱にもあったんだ、あるある、弱に創刊号ぐらいからもうあったよ、うん、もうあったんだね、ずっと広告だし、何人がニュータイプ読んで岩に入ったかって話ですよね、もう、あ、ちなみに俺多分読んで入ったよ、うそニュータイプとファミ通に載ってて広告が、で他にも分かんなかったから、声優の専門学校が、じゃあ中村雄一はこの広告が作ったってことが効果あるな、そうだよ、ね、この広告に載せられましたね、岩に提供くんねえな、でもそれ岩にの提供ってなんだよいやー面白かった、パトレイバーよ、あー面白いでしょ、最初の映画も良かった、いや懐かしいな、いいのよニュータイプ、いつまでも尽きないといいのに、ニュータイプの在庫が在庫しばらくなくなることはねえだろ、永遠に枠厳選であればいいんだ、俺らだって年を取ってるから、まあ無限に ね増え続けるけど、でも俺ら読んでみて思ったのは、こんくらいの自分たちがちょっと曖昧なくらいの年代の方が面白いんですよ、ね、確かにね、最近のはね、やっぱりその記事がすごいニュートラルになってるから、この辺めちゃくちゃ書いてんのよ、めちゃくちゃ書いてる、そうだね、うん、多分お前大好きなのいっぱいあそこあるんだよ、古谷徹さんが記事書いてるやつとかね、はい、あれ最高でしたね、あれ永久保存しとかないで、あのページだけ額に入れて飾ってくれない、寺絵で本当は主人公がやりたかったなってコメントした古谷さんいやもうすごかった、トーニーっていい役で出てるのにね、うん、まあ、書き出しペガサス流星系でしたっけ、ああそんなだった、うん、うん、書き出しがもうセーラームーンの記事なのに、うん、やばいやばいやばい、うん、みんなこんにちはペガサス流星系みたいな感じで、カジャ君がこれ書いてる人おかしいですよってずっと言ってたらどうせテキストトールフルヤって書いてあった本人じゃねえか、うん、いや俺は的に自分をそのフルヤさんと思い込んでるやつが書いたんだと思って、やめろやめろ、ヤバ本人がね、本人きっと本人だよ、10分経ってます、あもう終わりです、さよなら